金塚古墳は、奈良県高市郡にア村平田にある古墳。形状は豊墳。宮内庁により、金明天皇日野熊坂医療の倍長に、事情されている。奈良盆地内縁、梅山古墳と鬼のまな板、鬼の接近との間において、丘陵南斜面を小技型にカットして造成された、平坦面状に築造された古墳である。同一丘陵南斜面では、梅山古墳、 金塚古墳、鬼のまな板、鬼の接鎮、野口応募古墳の4古墳が東西に並ぶ。本古墳は江戸時代には石室が開港しており、明治期には石室が破壊を受けているほか、1995年度以降に範囲確認調査が実施されている。墳形は方形で一辺約35メートルを測る。墳球は二段築成。墳球前面には、 東西約60メートル、南北約25メートルを測る大型のテラス面が構築される。墳球周囲には集合が巡らされており、北側で幅11.7メートルを測る。主体部の埋葬施設は両袖式の横穴式石室で南方向に開口した。石室全長約16メートルを測る大型石室であり、石材には 石英戦力岩の巨石が使用される。服装品はつまびらかでない。この金塚古墳は古墳時代終末期の7世紀後半頃の築造と推定される。被葬者は明らかでないが、梅山古墳との位置関係などから、金明天皇皇孫女のキ姫大君のまばかとする説が挙げられている。主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、 南方向に開口した。石室の規模は次の通り。石室には、石英線緑岩の巨石の切り石が使用される。壁面は、原質では2段積み、沿道では1から2段積みである。また天井石は、原質で2国、沿道で3国から構成される。石室の形態としては、岩や山古墳と同様の特徴を有しており、岩や山式石室と捉えられるが、 岩や山古墳よりも、後出して峰塚古墳からも、やや硬質する。ありがとうございます。